京王電車園名所図杖に描かれた京王閣京王閣はかつて東京都調布市に存在し京王電機機動が経営していたレジャー施設である昭和初期の調布から玉川周辺では養産業が盛んであり線路沿いには一面に桑畑が広がっていた玉川は水質が良く水量も多くあゆこゆなぎなまず葉やなどを釣ることができた 当時の玉川は、桜の名所として稲田包みは賑わっていた。調布駅玉川原駅京王玉川駅へ改称。間は、1916年6月1日に、京王電気玉川支線として、玉川の河原で採掘した砂利輸送のため付設された、路線であった。さらに終点である玉川原駅から玉川の河原までは、砂利運搬用のトロッコで結んでいた。 高落時期以外はほとんど乗客もなく、普段は砂利を積んだ貨車が行き交っていた。1927年6月1日、京王電機の沿線行楽地開発によって、玉川原駅前に京王閣が誕生した。園内には総大林縛りの大浴場、和洋食のメニューが多彩な大食堂やカフェ、ビリヤード場などの各種遊戯施設を完備した。 鉄筋3階建ての本館が建っていた。屋外には当時は、まだ珍しかったメリーゴーラウンド、豆舎、ウォーターパークなどがあり、レビューを行う演芸場も備えていた。その規模は、東京近郊では最大を誇り、関東の宝塚と称される歩道で、まさにレジャー施設の走りであった。開園翌年の1928年には、 年間入場者数が163,589人となり、東京近郊の遊園地としては、玉川園の261,461人、豊島園の2 0万1 6 6人に次いで、第3位となった。その後、1934年、玉川ら駅のお隣に、日活玉川撮影所が誕生した。日活関係者が暮らす、住宅街、通称、 日活村も整備され、調布の玉川周辺は映画産業の町として東洋のハリウッドと呼ばれるようになっていく。しかし戦争の影が色濃くなるにつれて、桑畑は食料生産のために芋畑、麦畑へと変貌を遂げ、秘書や花見などで訪れるようなのどかさはすっかり失われた。さらに追い打ちをかけるように、慶応閣の施設は軍が 入隊検査その他の業務で使用することが多くなり、次第に客足は遠のいていった。やがて終戦直後の1947年、京王電機が東急に合併されていた大東急時代に京王閣は売却され、跡地には1949年に京王閣競輪場が開設した。ありがとうございます。